ドワイト・マイケル・エヴァンスは MLB の元選手。ポジションは外野手。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタモニカ出身。ニックネームはデューイ。1969年の MLB ドラフトの5巡目、全体107位でボストン・レトソックスに指名され入団。マイナーリーグを経て1972年終盤にメジャー昇格し、 同年9月16日のインディアンス戦でメジャーデビュー。この試合では、ルイス・ティアントが3アンダカンプーし、10から0で勝ったが、2塁打を打ったレジー・スミスの代走として起用され、そのままライトの守備位置についた。翌1973年に119試合に出場。打率、223、本塁打10、打点32に終わったが、 チームはスミスをカージナルスに放出し、エヴァンスを性右翼手として起用。1974年には133試合に出場し、以後、故障で73試合の出場に止まった1977年を除いて右翼手として活躍。特に守備力に優れ、右翼が広い本拠地フェンウェイパークで鉄壁の守備と強権を誇り、通算8度ゴールドグラブ賞を受賞した。 1970年代後半には、ジムライス、フレッドリンと共に、メジャー最強クラスの外野人を誇った。1980年代に、臨意遺跡後は、中堅守が、トニー・アーマスに変わったが、それもメジャー最強クラスの外野人であった。1978年には、初のオールスター出場を果たし、以後3回出場。50日間に及ぶストライキで、 シーズンが短縮された1981年には22本塁打を放ち、アメリカンリーグ本塁打王に輝いた。同年シルバースラッガー賞も受賞。1球眼にも優れ、同年と1985年、1987年の3回、死球がリーグ1位であった。1982年の出塁率、402。 1984年の121得点もリーグ1位であった。1984年7月28日にはサイクルヒットを記録。1986年4月7日の開幕戦では一番打者として起用され、ジャック・モリスの初球を見事にホームラン。この試合は観光を破って他の球場に先駆けて行われ、その年メジャーの全ての試合の初球を ホームランしたこととなった。あとの2018年にシカゴカブスのヤンハップが32年ぶりに記録の2球目であった。ただし、その年のメジャーで一番早く行われた開幕戦でなければ2004年の松井和夫のように他にも例がある。また、それを含めて開幕戦で通算4本塁打を記録している。35歳となった1987年途中に ビルバックナーが移籍して、以後は一類一種としての起用が増えたが、この年の打率、305、本類打34本、打点123はいずれも自己最高であった。その後も1989年までは3年連続で100打点をマークしたが、1990年には10年ぶりに20本類打に届かないなど、急激に衰え、その年限りでボルチモアオリオールズに移籍。 一シーズンだけプレーしたが、101試合の出場でわずか6本塁打38打点に終わり、この年限りで現役を引退した。ザ・マン・オブ・サウザンド・スタンセスと言われたぐらい、打撃スタンスをよく変えた打者であった。現役時代の背番号は24。レッドソックスでは他に、トム・ブラナンスキー、ケビン・ミッチェル、マイク・スタンリー、マニー・ラミレス、斉藤・隆がつけていた。 2002年にレッドソックスでコーチを務めた際には、前室ラミレスが24をつけていたため25をつけた。また、息子ティモシーが難病にかかったため、1980年代よりスイザン夫人と共にその病気を研究するニューイングランドの財団に多額の寄付を行っている。ありがとうございます。